それでは、計算奇数学1の第4回の授業を始めます。まず、前回の授業のまとめです。前回は、符号なし多倍調整数の表現について学びました。で、そこから CPU のレジスタの話に入りまして、汎用レジスタと状態レジスタの話をしました。で、引き続いて多倍調整数の加算の原理について述べまして、それからアルゴリズム、擬似コード、制御構造について解説しました。で、最後に以上を踏まえて符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムについて説明しました。今回の授業では以下のことについて説明したいと思います。まず最初に計算量の概念について紹介します。で、次にこの計算量の概念を踏まえまして、多倍調整数の加算の計算量の見積もりをします。で、この授業の後半では一変数多項式の話に入りまして、まず一変数多項式の表現について説明します。それから一変数多項式の加算のアルゴリズムと計算量の見積もりについて説明します。ではまず計算量の説明から入りたいと思います。テキストは10ページから使いますので、テキストの10ページを用意しておいてください。ではまず計算量について紹介したいと思います。英語ですと、Computational Complexity と呼ばれることが一般的です。で、この計算量というのは、アルゴリズムの効率を測る上での指標の一つです。アルゴリズムを作ったり、論じる際には、良いアルゴリズムであるに越したことはないんですけれども、その何をもって良いアルゴリズム、このアルゴリズムが良いアルゴリズムか、あるいはその同じ目的の計算を行う、複数のアルゴリズムがあったとして、で、それをある尺度で良さを比べて、なるべく良いものを選択したいわけですが、その選択の上では、そのどういう基準で選択すれば良いかというようなことがあるわけですね。で、ここではそのアルゴリズムの効率ということに重点を置いて、その効率を測る上での、定量的に測る上でのその指標の一つとなっているのが、この計算量という概念です。で、この計算量にはですね、大きく分けて2種類の計算量があります。で、一つは、時間計算量、タイムコンプレクシティと呼ばれるもので、で、これは、必要な計算のステップ数を数えて、それに基づくその計算量です。それ、もう一つの計算量は空間計算量、スペースコンプレクシティと呼ばれるもので、これは計算に必要な記憶容量で比べるものです。で、この授業では、時間計算量の方を扱います。この必要な計算のステップ数というのは、結局もし計算のあるステップがですね、その単位時間に行われるならば、その計算のステップ数が少なければ少ないほど、その計算にかかる時間は短いというふうに評価することができるわけで、そういう意味では、その計算のステップ数がより少ないアルゴリズムの方が、効率の上ではより優れているというふうに判断できるのが一般的だと思います。一方で、今回の授業では使いませんけれども、空間計算量という概念が必要になる分野も一部にはあります。例えばですね、そのあるアルゴリズム A と、ある一つの目的に対するアルゴリズム、A と B というのがあった際に、例えばそのアルゴリズム A の方はアルゴリズム B よりも計算のステップ数が少なく済むという評価ができたとしましょう。で、しかしながら、その計算に必要な記憶容量の方は、ではそのアルゴリズム B の方が優れていたとしましょう。で、そういう場合に、その、
皆さんがですね、そのアルゴリズムを採用する立場で、まあ、どちらのアルゴリズムを採用するかといったようなことを判断を求められたとしましょう。で、まあ、こうした判断をどう行うかは、そのもちろん、そのアルゴリズムの計算量の、まあ、優劣によって決まると思うんですけれども、それ以外に、その実際の現実の計算機に乗せて計算する場面では、例えばその今使える計算機のその能力ですとか、その記憶容量とかですね、そういった資源がどの程度のものかということも、依存してきます。例えば、最近ではですね、この IC カードのようなカードの中に、まあ、いろいろなそのソフトウェアを入れておいて、で、まあ、IC カードを使う際に、それらのソフトウェアが様々な機能を分担するといったようなことも行われております。で、このような IC カードというのは、皆さんが使っているパソコンなどに比べると、そのメモリーの記憶容量は小さいわけですから、そうすると、まあ、いくら時間計算量的に優れたアルゴリズムであっても、それが例えばその IC カードに内蔵すべきプログラムで、で、その記憶容量がですね、IC カードの記憶容量に収まらないようなものでは、もう実用にはならないわけです。で、そういった意味で、その空間計算量という分野の解析が必要になる分野もありますということを、まあ、今回は説明しておきたいと思います。まあ、いずれにせよ、この授業では、その時間計算量をもって、そのアルゴリズムの効率を測りたいと思います。で、その時間計算量の表し方ですけれども、よく使われるのが、この全勤記法と呼ばれる記法です。これはテキストの10ページにありますので、ご覧ください。で、ここではその t という写像がありまして、この t は、まあ、自然数からですね、非負の実数への写像として与えられるものです。で、まあ、n に対してこの tn という値が定まるんですけれども、まあ、これを使ってその時間計算量を評価しようというわけです。で、ここで与えられております変数 n というのは、アルゴリズムへの入力のあるサイズを表します。このサイズというのは、アルゴリズムの定義によって変わってくるんですが、例えばその数値の大きさですとか、数値の桁数やワード数、多項式の次数などといったように、そのアルゴリズムに与える、まあ、データの大きさを表す指標として使われているものです。で、その全勤記法を用いてですね、そのアルゴリズムの時間計算量を比較する例というのをちょっと見てみましょう。ここではその t1 というのを、まあ、あるアルゴリズム1の時間計算量、それから t2 をアルゴリズム2の時間計算量とします。そして、その t1 の方はですね、まあ、n を変数としまして、まあ、a 倍の n で、 a はまあ、ここでは正の定数とします。で、こういう形で与えられているものとしましょう。で、一方で t2 の n は b 倍の n2 乗で、ここで b は正の実数で与えられているものとしましょう。で、まあ、このような形で表されるその2つの時間計算量を比較した際には、まあ、皆さん、すぐお分かりになると思いますけれども、まあ、tn をどんどん大きくしておきます、いきますと、まあ、ある n の時点で、この t2n の方が t1n を追い越すということがわかるわけです。まあ、なぜならば、今与えられましたように、その t1 は n に関する1次関数で、t2 は n に関する2次関数でして、で、まあ、係数となっている a と b も共に正の実数ですから、まあ、そういうことが言えるわけですね。まあ、こういった形で、その時間計算量を比較することを行います。で、まあ、その他のに与えられる関数の例についても紹介しておきます。t1 や t2、今の t1 や t2 の計算量は、その n に関する多項式で表現された計算量ですが、例えば、このスライドにありました t3 のようにですね、まあ、c のある
次数 c に対して、正の次数 c に対して、まあ、c の n 乗という、まあ、指数関数で与えられる計算量もありますし、あるいはその t4n のように、その、まあ、ある正の次数 d に対して、まあ、d 倍のログ n といったような、その対数関数で与えられるような、まあ、計算量というのもあります。では、その時間計算量の表示に使われる全近記法として、まあ、以下のものを紹介しておきます。テキストでは定義 1.1 にありますので、必要に応じてご覧ください。まず、ここではスライドにありますですね、その5つの記法を紹介します。まず最初が、ラージオ記法。これは全近的上階と呼ばれるものです。で2つ目は、スモールオ記法。で3つ目は、ラージオメガ記法。これは、全近的下階と呼ばれるものです。で4つ目は、ラージシータ記法。で5つ目は、スモールオメガ記法と呼ばれる、5つの記法がその計算幾何学ではよく使われております。それでは最初に、全近記法のはじめとして、ラージオ記法、全近的上階の定義を紹介します。これは皆さんが微積分で学んだ、ランダウの O 記号のラージオ O と同じ定義ですけれども、一応その定義を述べておきます。今、その計算量を表す関数を Fn と Gn と置いたときに、Fn がオーダーの Gn に等しいとは、ある正の C、それからある正の n0 が存在して、で、n が n0 以上ならば、その fn が gn の c 倍で上から抑えられるという定義です。ここでその模式的なその計算量のグラフを挙げますのでご覧ください。横軸が n、これはその入力、アルゴリズムへの入力のあるサイズを表す、変数でして、それに対して縦軸が tn として、まあ、それぞれのアルゴリズムの計算量を表すものです。で、例えば、この、入力 n に対して、その fn という計算量は、このような振る舞いを見せており、まあ、いたとします。で、この時に、その fn がオーダーの gn を満たすならば、そのある、n0 というサイズが存在して、でそこから n が大きい以上の範囲ですね。この範囲では、この fn が、もう一つの計算量 gn の、まあ、c 倍で上から抑えられているということを表します。まあ、これが、全近的上階を表すラージオの、による評価です。次に、スモールオ記法の定義を紹介します。でこれも微積分のですね、ランダウの記号のところで用いられておりました、スモールオの評価と同じです。今、その fn が、スモールオの gn のに等しい、すなわち、gn のスモールオで評価できるとは、任意の正の c、の値に対して、ある正の n0 が存在して、で、n が n0 以上ならば、その fn が gn の c 倍以下で上から抑えられるというものです。で、この評価の仕方というのは、その n をどんどん大きくしていった際に、gn 分の fn がどんどん小さくなるというふうにも述べることができます。ですので、まあ、n が大きくなっていった際に、まあ、fn は gn よりも、まあ、ずっと小さな計算量であるという振る舞いを見せることが、振る舞いをするということが言えます。次に、ラージオメガ記法、全近的下階の定義です。でこれは先ほど説明しましたラージオの逆にあたるもので、
まあ、FN をその GN の定数倍で下から押さえるものです。一応その定義を述べますと、FN が GN に対して、まあ、ラジオメガの GN であるとは、正の C の値と、それから正の N0 が存在して、で N が N0 以上ならば、FN が C 倍の GN で下から抑えられるというものです。これはこちらのスライドのグラフにありますように、まあ、ある N0 ですね、N の値 N0 から先では、この FN が C 倍の GN で、まあ、下から抑えられるということを表しています。次に、ラージシーター記法です。で、このラージシーターは、先ほどの、ラージ N とラージオメガの、両方の性質を備えた、性質を説明するもので、まあ、計算量 FN がですね、その GN に対して、それらの定数倍で上と下から同時に抑えられるということを表しています。で、FN が、GN のラージシーター、になると。いう定義は、まあ、ある正の C1、それから正の C2、それから N0、正の N0 が存在して、まあ、N が N0 以上ならば、FN が、上からは GN の C2 倍、下からは GN の C1 倍で抑えられるというものです。で、まあ、このグラフのように、まあ、N が N0 以上の部分では、このような感じですね。その FN が上からは GNC2 倍、下からは GL の C1 倍で、まあ、抑えられるということを表しています。最後に、オメガ記法です。で、これはその、まあ、GN に比べて FN が N を大きくするにつれて、ずっと速いスピードで大きくなるということを表しています。一応、定義を述べますと、任意の皮膚の C に対して、である皮膚の N0 が存在して、で、まあ、N が N0 以上ならば、その FN は C 倍の GN 以上になるということを言っているという定義になっています。で、まあ、これは、まあ、言い方を変えますと、その下の式にありますように、その N をどんどん大きくしていった際に、まあ、GN 分の FN が、まあ、どんどん大きくなると、正の無限大に発散するということを表しています。で、以上が、その計算幾何学の計算量の評価の際に現れる、全近記法ですが、まあ、今後は主に、この最初に説明しました、ラジオによるその評価を中心に用いることにします。